包んじゃうんですよ、こうやって回転させてあげるといい感じのシューマイになります。これが一番楽です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ということで私今回ねやるのはしこじり咲き、今日はね3問目でしこじり咲きしてしまったんで、私がどこまでやれるかって分かりません。どこまでやれるかっていうのを、そのドキドキハラハラする料理番組があってもいいんじゃないのね、いいんじゃないの。今回はですね、僕が限界状態で作る至高のシューマイです。シューマイ来ちゃいました。シューマイってね、自分で作るとめちゃめちゃうまいんですよ。なかなか家庭料理でシューマイ作らないですよね。でも今回もう変わります、家庭の献立が。なんでかっていうと、このシューマイがめちゃめちゃうまいからです。餃子とか作るより簡単です。混ぜて包んで焼くだけ。最高に美味しいシューマイ皆さんにお届けしたいと思います。届け、リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ何紹介いきたいですか。まずシューマイのあの餡はね、豚ひき肉、玉ねぎ4分の5 60g ね、たけのこ 60g、 生姜がおろしで 10g、 あとシューマイの皮、こんなもんです。調味料概要欄に書いてます、そちらチェックしてください。じゃあですね、あのこれから至高のシューマイを作っていくんですけども、これ何が必要かっていうと、やっぱりですね、元気がないとダメなんですよね。シューマイってお肉をね成形してから皮で包んで、それをまた蒸し上げるっていう割と工程のあるレシピなんですよね。餃子よりはマシなんですけども、これをやるっていうのはですね、やっぱり元気がないといけない。で、元気の出し方ってみんなあると思うんですよ、人それぞれで。僕の元気の出し方っていうのは皆さんにご紹介したいと思います。僕の元気の出し方はこれです。元気を出して、はい、リュウジの氷占いのコーナー、イエーイ。これはこのグラスにどれだけ氷が入るかで、その日の運勢がわかるっていう画期的な占いですね。はい、どれだけすごいかっていうとね、占い師って誰、鏡龍さんとかね、鏡龍さんにはかなわないですけど、はい、その次ぐらいには行くと思います。はい、今日の氷でいきます。今日は晴れに来ましたね。このこぼれ具合は皆さん大吉です。ただ、この動画を最後まで見ていただけないと大凶になるので、そこだけご注意ください。はい。ということで、やっていきたいと思います。まずですね、お野菜から切っていきましょう。玉ねぎ4分の1個で切りたい。ちっちゃい玉ねぎだったんで、こういうね、切り方になってますけども。じゃあこれね、みじん切りにしよう。シューマイの入れる、この玉ねぎって、細かい方がいいです。皆さんもう細かくしてください。これはね、なるべく細かい方がいい。なんでかっていうと、具材じゃないんですよね、玉ねぎはね。玉ねぎは、お肉に入る、つなぎのような、で、甘みを出すっていう意味合いがあるんで、そんなに大きくない方が美味しいです、これは。こうやってみじん切りした後も、ちょっと刻んでください。はい。そうすると肉とのまとまりが良くなって、美味しくなります。はい。あんまり大きい玉ねぎになると、ちょっとね、この玉ねぎのシャリシャリ感が、割と残っちゃったりして、肉の食感を阻害する感じにもなるので、ちょっとこれね、こういう風にみじん切りにしてください。こんな感じです。あらかた細かくなれば大丈夫、そこまで神経質にならなくてもいいんですけども、あんまりでかいのやめてくださいっていう感じですね。で、ここでタケノコです。タケノコはね、こうやってまずスライスするんですよ。タケノコスライサー、タケノコをスライシングしたら、こうやって縦に並べていただいて、こんな感じでね、切っていきましょう。で、これ今細長いんですけど、横にしていただいて、で、これを細かく切る。これなんでタケノコにこんなことしてんのって思うかもしれないですけど、このタケノコっていうのは、シューマイに食感を与えてくださいます。はい。シューマイって基本的にお肉と玉ねぎだけなんで、食感ってあんまないんですけども、このタケノコが加わることによって、ちょっとこのタケノコのコリッとした食感が加わるんで、非常にですね、美味しくなります。タケノコね、できれば、水煮のタケノコがあるんであれば、タケノコってこうなるじゃないですか。で、この根元の部分を多く使った方がいいです。今回はなんか穂先の部分を使ってるんですけど、根元の方が硬いんですよ。硬くて煮物とかには向かないと、言われてるんですけども、実はこれね、タケノコのあれは、シューマイに関しては根元の方がコリッとするからです。食感が生まれるからです。はい。だから根元を使いたい方は、シューマイにしてください。今回はまあ、全体的に使っちゃいましたけども、根元を重点的にやると、美味しい。そしたらですね、今度は、お肉をこねていきたいと思います。
すみません、ちょっと皆さんに謝罪しなければいけないことがありまして、私テンションに任せてずっと撮影してたもんで、飲んでませんでした。飲まなきゃ料理できないって言っちゃう、飲んでませんでしたので、本当に大変申し訳ない。これは本当に謝罪動画です。謝罪のために飲んでいきたいと思います。はい、これちょっと言い訳させてもらっていいですか。このシューマイめちゃくちゃ好きなんで、作りたいが勝っちゃった。ごめんなさい、本当すみません、本当にすみません、本当に僕は情けない人間です。ということで、皆様に謝罪の意味を込めて反省。はい、じゃあやっていきたいと思います。今回はね、豚ひき肉ねありますんで、こいつをまず入れていきます。できれば冷たい方です、これね。ひき肉料理っていうのは基本的にちょっと冷たい方が油が溶け出しにくいのでいいです。で、ここにもうね、玉ねぎもたけのこも入れちゃう。なんか最初に肉をこねないといけないとかっていう風に言う方もいらっしゃるんですけども、今回あえてこねてません。肉ってね、こねると弾力がつきすぎちゃうんですけども、このタケノコのコリッとしたコントラストを生み出すために、あえて最初に肉をこねてないんですね。はい、これあえてです。そして、ここにですね、お塩小さじ4分の1、トンシャンタンですね。シャンタンのね、旨味っていうのは非常にあるんで、これね、小さじ半分で、ここに片栗粉です。片栗粉を入れることで、このもちっと感が出るんですよ、このシューマイに。ちょっとね、この片栗粉が入ると全体にまとまりが良くなります。あと肉汁を逃さない効果があります。そしてここにおろし生姜ですね。さっき切ったのを見えてたこの生姜、こいつを入れていきます。シューマイって豚肉がほとんど成分のね、なんで豚肉ってね、なかなか臭みがあるひき肉もあるんですね。そういう時に生姜が入ってると非常にね、豚の臭み軽減してくれるんで、これはね入れた方がいいです。そしてオイスターソース小さじ1杯、これは味付けですね。はい、これは入れてください。で、お砂糖ですね。お砂糖が小さじ1と半分。小さじ1と半分。肉に甘みつけます。ごま油が小さじ2杯。これでね、香りをつけていきますね。で、黒胡椒。パササ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 。まあ、思ってる2、3杯。はい、これぐらい。で、これをこねていく。あー、いいですね。あー、いい。すごくソフティー。ソフティです。そして右手でこねて、左手が空いてますよね、皆さん。空いてますよね。左手で飲んでください。おいしい。よーくこねてくださいね、これね。こねこね大事ですよ。この感じでね、こねていきますよ。はい、よーくこねて全体にまとまりができてきたら、これから包んでいきますよね。やってやろうじゃないの。いろんな包み方があるんですよね、シューマイって。なんですけども、僕はね、こうやって肉ダネにかぶせちゃうんですよ。かぶせて、こうやって、こうやって取っちゃうんですよね。こう、ピュッと。はい。ピュッと取ったら、こうやってね、回していくんですよね。こうやって。そうすると、ほら、めっちゃ、可愛い感じで、できますよね。これ、一番楽です。餃子だと、スプーンで取ってやらなきゃいけないんですけども、意外とね、このね、シューマイっていうのは、包むのって楽で、こうちょっとね、突出した部分をね、出してあげて包んじゃうんですよ、こうやって。そしてここでこう回転させてあげると、もうここでいい感じのシューマイになります。はい、これが一番楽です。で、これを全部やっていく、いきます。じゃあみんな手伝ってみんな。包んだことないでしょ。はい、ちゃんと俺が誰でもできる包み方があるから。はい、やばいね、シューマイとかこの包む系はみんなで包んだ方がいい。なるべくちょっとこうお肉巻き込む系でね。大丈夫ですか。まあそういうのもシューマイ作りの醍醐味は、みんなで。ここでね、ここでちょっともう形、そう、形作っちゃう。ここで、はい、これやって、で、はい、でポンとポンと引き上げて、あ、いいね、いい。そしたらここでスピンコブラ、はい、はい、うん、いいの？スピンコブラして、はい、ああ、そう、それでそれでそれでいいんです。ちょっと俺がいたらはかどらないから。はい。じゃあ諦めんなよ。大いい。すごす。お、いい。さすが。さすが。あ、いいよ。いいいい。いけてるいけてる。いけてる。それはいけてる。はい。はい。はい、あ、でも綺麗綺麗綺麗、すごいいいよ。はい、オッケーです。はい、
はい、みんなの力が合わさって、シューマイが出来上がりました。じゃあですね、ごま油はね、まあ、この量だとまあ大さじ1杯ぐらいいっちゃっていいかな。これぐらい、これぐらいいっちゃっていいかな。もう火つけてない状態で、これね、ごま油引きます。で、このさっきみんなで総力を結集して包んだシューマイ、火をつける前に並べちゃいます。これシューマイの皮って大体こういうような感じのちっちゃい目が多いんで、今回はね、ちっちゃめでやりました。僕もこれがね、美味しい。すごくパクパク いけちゃうから。これはやっぱりね、餃子と違ってね、皮と肉の比率ってあのシューマイの方が全然多いんですよ。なんでかっていうと積み切ってないからね。だからお肉を感じたいんだらシューマイなんですね。本来はシューマイって蒸し器に入れて蒸すんですけども、ご家庭に蒸し器ないと思うんで、今回はフライパンでやるやり方ね。で、大体これぐらいの量だと全てね入るぐらいの感じになると思います。はい、で、ここでまだ火つけない。ここでお酒 50cc。 だからね、僕のシューマイ酒蒸しなんですよ。酒蒸しにすると非常にコクも香りもつきますし、非常にいい塩梅のシューマイになります。はい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 、ここで水も通る。だから 100cc。 はい、こんな感じですね。はーい、はい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 、これで1回沸かします。1回沸かしますよ。蒸し器がなくても超絶うまいシューマイでいきます。一回蓋します。蓋閉めて、強火で一回この下のお酒と水の水分を沸かします。いや、俺ワクワクしてきた。だん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 沸いてきますよ。沸いてから弱火で10分ですから。で、今回ね、肉ダネにあのタケノコを入れてるんですけども、本格的なお店とシャリッとした食感を出すね、クワイとか入れますよね。クワイはね、なかなか日本だと缶詰でしか売ってないんですけども、はいはい、沸いてきました。はい、このワキワキです。このワキワキになったら、これ弱火にしてください。はい、これぐらいの火を、わかる、うん、やっほー。で、これで、弱火で10分間このまま焼きながら蒸していきます。これでいいんです。蒸し器いらないです。蒸し器でもいいんですけど、焼き蒸しもうこれでいいんです。これで最高に美味しいシューマイでいきます。今日はシューマイパーティー、イエーイ。10分後に会いましょう。大丈夫だぜ。10分間蒸しちゃいました。全然ここになります。まあまあまあ、いい感じに蒸されとるやんかい。で、これがほら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 、めっちゃいい感じに蒸されてるでしょ。で、これを一個ずつ乗せていくんですよ。今回はテフロンパンでやってますから、あの下くっつかないんですね。まあ中にはくっつくのもあるかもしれないけど、もしくっついてたらなんかヘラとかでちょっとこそぎ落としてください。これ最高のシューマイできてますよ。これもうほぼね、めっちゃ丁寧に蒸したような感じになりますから。これで、ここにはからしが、また別のが、あくまで僕のシューマイの盛り付けなんですけども、ここにからし、そして醤油はね、僕かけちゃうんですよ。これも賛否両論ありますけども、僕はかけちゃいます。つけて食べたいって方はつけてください。はいはいはい、これです。これが最高のシューマイ、至高のシューマイ完成。はい、それでやっていきましょう。いただきます。いただきます。シューマイちゃんいただいちゃう。あ、すっごいいい感じで蒸されてるね。じゃあいただきます。うまっ。これだよね。あ、タケノコの食感きてる。きてます。きてます。きてます。柔らかなお肉の中に、コリッとしたこのタケノコの食感。お肉はね、すごく柔らかくてふっくらしててジューシーなんですけども、やっぱね、中に入ってるタケノコとね、この玉ねぎの食感がすごくシューマイに楽しさを与えてますね。いくらでもいけるずら。そんなシューマイです。ちょっと紹興酒、紹興酒、すいません、紹興酒いきます。すいません、僕はね、紹興酒はね、あの砂糖とかいらないんですよね。これでいいんです。はい、こうね、つるっとしてるのがいいんだよね、このシューマイっていうのは。餃子ってパリッとしてるじゃないですか。このシューマイの良さっていうのは、つるっとしてるのがいいんですよね。で、ここに醤油ね。いや、ラー油も行こうかな。ちょっと、じゃあちょっと酢も欲しいかな。酢も行っていい？ねえ。ちょこっと。あのね、醤油派とね、酢醤油派がいますからね。はい。これはまあ、餃子のタレと同じなんですけど、ここに辛子をちょっとつけて。おう。あ、まじか。めちゃくちゃうまいやんけ。あー、やばい、紹興酒。お酢の酸味も合いますね。これはね、もう好みだと思う。これ、シューマイはね、やった方がいいと思うな、みんな。俺、多分、シューマイ好きなんですね。そして、自分のシューマイが一番好きだと思った。うまい！はい、全員集合。はい、じゃあ、今日、シューマイパーティーにようこそ。乾杯！失礼します。ありがとうございます。
ビールで失礼します。おー、参考書ね。いただきます。いただきます。うーん、うまいだろ。うまっ。うまいだろ。これよ、これね、めっちゃ作り直したもんこれうまいよね。これはでもなんかリュウジのシューマイって感じがする、うん、あ、なんかちょっとこうアクセントが効いてるみたいな、うん、あ、結構塩味もつけてるからね、うんうん、あえてニンニクとか入れてないっていう、うん、まあ、俺っぽいっちゃ俺っぽいね、うんうん、家でシューマイなんか手作りの食ったことないし、うん、で食感柔らかいんだけど、うん、叩いた肉だともうちょっと肉感が出るから、うん、そうだね、そうだから、ね、そこはね好みだね、うん、俺はゴリゴリの肉も好きだけど、こういう柔らかいのも好き。なんかあれはあれでなんかガッチリしちゃってる感もありますね、うん、あれは肉料理だけど、こっちは家庭料理の感じが出てるかな、うん、かといって雑な感じはない。いや止まんないです、うん、うまいでしょこれ。食感もうまい、うん、ラー油とあの酢ちょっとやった方がいいと思う。酢ちょっとやってみ、これ。うん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 、いいでしょこれ。うまい。3倍くらい作ればいいうん、完全ミスってる、うん、ミスったねミスってる。ただ巻くのがいやいや巻くのはちょっと頑張れば、うん、さっき半皿食ってたからあんなに食えると思わなかったから、うん、いやうめえ。食べちゃうね。みんなで飲むときにぴったり、うん、で餃子だと焼くのも大変だし包むのも技量がいるけど、うん、これはね、もう今回ね、いらない。包みの段階で言ったら餃子より全然簡単だと思う、うん、簡単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 で、ね、たっぷりの水とあの酒で蒸すっていう、うん、旨味がギュッとしてるって、これをね、シュワシュ食べていただきたい。これはめっちゃうまい。これはすごい、うん、もっと肉感が欲しい人は半分だけ豚バラ肉にして刻んだったり、あ、なるほど。そうするとお店っぽくなる。うん、これはでもひき肉でいい。シューマイって結構でも冷凍でうまい説がもう濃厚だから。まあね、どこのメーカー食っても味の素のザ・シューマイとか、あいつな、あいつはうまいんだあいつただザ・シューマイ出せない良さがあると思うから、うん、家庭でやるんだったらこれは作りたいって感じになる、うん、またということで今日の手作りシューマイいかがでしょうか。手作りの良さっていうのは皆さんにね、食べていただきたいのでぜひねかかってこいや。これカットです。ありがとうございます。ほらワクワクしてるぞ。最近ドラゴンボールネタがちょっと多くと世代が出ちゃってる。ポケモンと若い人と年上の人置いてけぼりにしてる。30代しかわかんない。30代しかわかんないからそういうチャンネルじゃないんですよ実は。うちはね。はい。そういうチャンネルじゃない。